よいしょ、毎度おおきに不動産です。今日紹介するんは半端ない家。広さがなんと200平米超え。それは半端ない。広すぎるから最後に間取り図見せんで。初めての試みやな。せやから最後まで見てってな。怪しい部屋もあるねん、注目。怪しい部屋とはどんな部屋？うつぼ公園の近くやからテニスし放題、ピクニックもし放題、鳩もいっぱいだい。これが外観やで。え、ビルやん。そう、ビルやで。事務所としても使える物件なんよ。なるほど。では早速部屋紹介してくで。入った瞬間から半端なさを感じてる。この襖の奥はすごいんよ。でもまず玄関から紹介してくで。玄関と同じ高さの鏡やで。土間広すぎやな。これはシューズボックスやで。大勢で住むんやったらこれだけじゃ足らんやろな。それが心配することないで。まさか、これが半端ない数しまえるシューズクローゼットや。しかも裏もやで。これは半端なすぎやわ。玄関のお飾りでしかなかったんよ。恐れ入ったわ。ほんなら次はシューズクローゼットの隣の扉行くで。ここは階段下収納。階段下も無駄にしてないのは良い。そしてここのお部屋はボタニカル柄がすんごい。ブラックのトイレってのもなかなかやな。ミニ手洗い場もあるで。贅沢なおトイレやな。ほんなら次は破壊力抜群の襖や。すご、なんやここは。和モダンのかっこいい部屋やな。まるで人形映画に出てきそうな部屋やな。てかテレビでか、何インチや。このテレビもついてくるんやで。最高やないか。うわぁ、ほんまに渋い部屋や。渋いなぁ。でも一松式の琉球畳でネオ感あんな。掛け軸は必須やな。襖の模様完璧。それにしても収納多いな。テレビの後ろも一面収納やってんで。すご、しっかりバルコニー付きやで。換気もできて最高やな。長い廊下抜けてくで。壁紙がおしゃれやな。さてここはリビングやね。からのキッチン。超でかいキッチン、収納スペースめっちゃ多い。収納アンティーク感あってええな。天板にもこだわりを感じる。ガスコンロも魚焼きグリルもあるで。グリルの下にはオーブンもついてる。クリスマスはチキンもケーキも焼けちゃう。後ろにはカウンタープラス収納。収納が多すぎて追いついてない。よし飛ぶで。すご、飛んだ。このバルコニーキッチンの隣やから生ゴミとか置いとこう。次はこの部屋見てこか。めっちゃ広い洗面所スペース登場。こんな照明初めて見たわ。間に照明が埋め込まれとる。手洗い場の横にもスペースあるんも良いな。収納もしっかりあんで。洗面台の隣には洗濯機置き場。その後ろには可動式の棚あんで。お風呂グッズとか洗濯の洗剤置いとけるな。着替えもここに置いとける。ここのお風呂ミストサウナも楽しめんで。暖房もついてるから冬は寒くない。かっちょいいお風呂登場してきたで。ブラックの浴槽や、広い、でかい、欲しい。ここにはいろんなボタンがあんで。さっきと同じやつもあんな。いちいち外に出んでも操作可能や。以上、お風呂でした。ほんなら部屋紹介に戻んで。めちゃ広リビング。この家どこもかしこも広いやん。うん、リビングの隣にテラス登場。この青空も独り占めできる。おしゃれな照明に観葉植物が映えますな。いやー、ほんまええ部屋やったわ。この部屋がええな思ったら高評価とチャンネル登録してってね。あれ、今のは階段か。やっぱり階段や、終わってへんかった。メゾネットタイプやったんや。忘れるなよ。キー取り直して2回紹介してくで。まずは収納。奥行きがしっかりした収納やな。収納の後ろには3つの扉が。部屋が2つとこれは収納かな。ではこれから見ていこう。大当たり、本の収納やなきっと。
戻りまして、次は左のお部屋。すご、半端な、ウォークインクローゼットや。窓付きやから換気ができちゃうも嬉しい。いやあ、広すぎやな。これは衣装持ちの人も困らん。最後に真ん中の扉やな。ここで初めての洋室が登場。エアコンが埋め込まれてるタイプ。黒の壁紙で閉めてんな。この部屋は二面収納や。一面だけで終わらないのがさすがやわ。さっきのウォークインクローゼットは必要いらんくらいの容量や。この部屋も当たり前のようにバルコニー。普通のマンションはバルコニーって基本一つやんな。せやんな。ここには普通という概念がないんやで。確かにこんなところなかなか内見できへん。やっぱり豪邸の内見は楽しいでな。ぐんぐん進んで次のお部屋行くで。うわ、美味しそう。ミルクレープみたいな色の収納や。ミルクレープの前にはまたボタニカル柄が目を引くトイレ。次はブラックじゃなくてグレーや。おしゃれ。窓付きのトイレはこの家では普通。ミニ手洗い場もあるのも普通。この家の普通に追いついてきたわ。見えてもうてるけど洗面台も2個あんねん。洗面台までもが2個、半端ない。まだ扉あるやん。右の収納は割愛させていただいてます。正面の部屋見てくで。6畳の洋室やで。埋め込まれたエアコンも完備。一面収納もあんで。収納するんが下手でもこれならすべてここに収めれそう。次はラスト、ここの隣の部屋。この部屋はすごいんよ。すごいのか、期待。7畳の洋室やで。どこがすごいんや、普通の洋室にしか見えへん。これ見てみて。広い、広すぎる、ルーフバルコニーや。こんな広いルーフバルコニーはなかなかないよ。しかも大都会や。確かに見渡す限りビルビルビル。せっかくこんな広いバルコニーやから余すことなく使いたいな。ここなら日も当たるし、大都会で家庭菜園始めれる。あー広かったわ。あちこちってよくわからんかったよな。では間取り図を。こうしてみるとただの一軒家やないか。ほんまにな、これ見ただけじゃビルの中やとは思わへんな。ほんならもうちょい詳しく見てこか。まずは玄関から始まったな。シューズクローゼットには驚かされたわ。和モダンの部屋はかっこよかったな。まるで人気映画に出てきそうな部屋やったな。キッチンにはオーブンが備え付けられた。ウッドデッキは観葉植物とおしゃれな照明が映えてたな。階段上がって2階部分。2階の収納力すごすぎな。何度という名のウォークインクローゼットは4畳くらいのスペースでいっぱい服かけれるで。ほんま広かったわ。最後のルーフバルコニーもめちゃくちゃ広かったわ。最後の最後までほんま半端ない家やったで。あ、ほんま半端ない家やったわ。200平米の 4LDK をギュッと紹介してみたで。詳細は概要欄に載せてるからよかったら見てや。この部屋がええな思ったら高評価とチャンネル登録してってね。最後まで見てくれてほんま大きに